明日にもの明日、食事の時間になります。この前にお客様にいくつかお願いがあります。明日にもの明日はとても元気がいいです。飛び跳ねてお客様に水をかけてしまったり、魚を振りちぎって餌を壊してしまうことがありますのでご注意ください。またアシカがジャンプをしますと柵の高さまで簡単に届いてしまいます。柵に登ったり柵から手を出したりしないようにご協力よろしくお願いいたします。今柵に登っているお友達が何人かいらっしゃるのですが、最近危険ですので、お父さんお母さん方抱っこでのご家族ご協力よろしくお願いいたします。皆さんご協力ありがとうございます。最後にもう1点、アシカの餌を狙って上空からトンビがやってくることがありますので、頭の上にも気をつけながらご覧ください。それではアシカを紹介していきます。アシカ島のアシカ、種類はカリフォルニアアシカというアシカで、自然界では北アメリカのカリフォルニア湾周辺に生息しています。それでは名前を紹介していきます。私の目の前の体の大きなアシカ、オスで名前をニガトと言います。アシカたちは自然界ではオス1頭に対しメス数頭から十数頭のハーレムと呼ばれる群れを作って生活しています。今度は今あげている魚を紹介します。ママ今あげているのはサバを中心にアジ、イシャモ、コッケなどをあげています。食べ方はほとんど噛まずに丸飲みです。アシカたちの口の中にも歯はあるのですが、その歯は魚を噛むための歯ではなく、魚を捕まえるための歯ですので、すべて尖った形をしています。今度はヒゲに注目してみてください。魚を加える瞬間、ヒゲが立ちます。このヒゲは三角毛と呼ばれ、自然界で魚を捕まえるとき、魚が泳いだ後にできる水流をキャッチするレーダーの役割をしています。それでは大変短い時間でしたが、そろそろ魚を食べ終わりますので、解説はこの辺りで終了させていただきます。本日はご来館くださいまして誠にありがとうございます。この後もどうぞごゆっくりお楽しみください。